井上委員、民間委託する理由というのは、効率化を進める、経費を削減するということだと思うんですけれども、逆にこう経費がですね、どんどん増数してしいってしまっているという傾向にあるわけであります。各区役所の窓口も全部民間委託されてますよね。でこの問題、市政改革特別委員会等でも何度も繰り返し取り上げてきたんですけれども、結局もう逆転現象が起きてしまってるじゃないかと、元の公務労働に戻しましょうよという立場から私は質疑をしてきたところであります。もう費用対効果ないじゃないですかと。しかも窓口で言えばですね、個人情報に関わる繊細なところです。で技術がかなり専門的な技術を要しますので、技術も継承されないじゃないですかということで、立場でですね、議論をしてまいりました。市場さんと一律には論じられませんけれども、しかし役所の窓口で言えば、もう契約不調になったりしたら、もう業者の方からですね、いやいやもうこれじゃとてもやっていけないから、もっともっと契約料上げてくださいと言われて、どん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 上がってきてるわけですよ。業者の方もようその辺心得てますよ。でそういうことがですね、増数につながっているということです。で対象区でパソナさんがね、不祥事起こしましたね。でこれ10月8日ですね、これ今度八尾市でまたパソナさんがね、不祥事を起こしてるんですね。契約社員の男性が1400万円着服してたということがある。で、未だにパソナ続いてるんですね。本当に信じられないですけれども、結局ね、この大元には民間委託ということの退職不補充、これなんですよ。これずっと続けているということなんで、今日は突っ込んだ議論しませんけれども、必要な職員やっぱり補充しましょうよ。必要な部署に。で、また再度議論するときにですね、じゃあ必要な職員を補充した場合と民間委託をした場合の費用、これまた改めてお聞きしますので、どっちが本当にいいのか、市政のためになるのか、現場のためになるのか、この点についてですね、また改めて議論させていただきたいと思います。資料というのは、ざっくり言いますと、平成27年度においては委託に関する取り組みを始める前と比べて約1億7000万円をその経費削減効果額として見込んでおります。これ議会での答弁でも1億7000万円という数字が出ているわけですが、じゃあ今どうですかというふうにお聞きしましたら、この資料を提供していただきました。つまり結論から申し上げますと、一番下の数字、約2000万円が効果額としては減って、今は1億5000万円の効果ですという、ざっくり言うとそういう資料であります。で、中身について、いくつかお聞きをしていきたいと思うんですが、市会におけるこれまでの議論、大阪市の答弁によりますと、この委託は職員配置の見直しにより人件費の削減を図り、民間事業者に支払う委託料に充てるとともに、経費削減効果額も生み出して、これを取り組みの成果として進めてきたものだということであります。民間委託が24行政区すべてで開始したのは、平成27年のことであり、それ以降、委託料や見直し人員にも変動があると思われます。でこの資料は、民間委託料と人員見直しについて、平成27年度末と、直近の平成、29年度末と比較した資料であること、先ほど申し上げましたが、これによりますと、区役所によって民間事業者に支払う委託料が増加したり、あるいは減少したりと、凸凹があります。増加の方が圧倒的に多いんですけれども、こういう現象が表面化するという理由について、堀井市民局区政選出業務調整担当課長。まず平成27年度決算額と比べて平成29年度決算額が増加している区役所の主な理由としては、発注時に改めて委託対象業務である住民情報窓口業務にかかる業務量を積算したところ、それまでの契約と比べて増加しており、それに伴って民間事業者において配置すると想定される窓口スタッフの人数が増加したことで、積算経費が増加したことによるものでございます。また一部の区役所においては、それまでの契約と比べて発注時に委託対象業務を拡大した、例えばそれまで委託していなかった転出入の届出などの受付業務を新たに委託対象業務に加えたといった事情により、民間事業者で対応せねばならない業務量が増加し、それに伴って民間事業者のスタッフの想定配置人数が増加したことで積算経費が増加したことによるものでございます。次に平成
成27年度決算額と比べて平成29年度決算額が減少している区役所の主な理由としては、委託業務の遂行状況が契約で規定するサービス要求水準を下回ったため、委託料の支払額の減額措置を取ったことによるものでございます。また一部の区役所においては、期間途中の契約変更により委託対象業務の追加を行ったが、次の発注時にはその業務を含めて公募により一括発注となったことで積算経費が減少したことによるものでございます。特に注目すべき点は、発注不調を理由として委託料が増加した区役所があるという点です。で、市民局から説明を受けたところによりますと、平成29年度の事業者公募で発注不調が複数の区役所で発生したため、該当する区役所において再発注に向けて改めて経費積算を行ったところ、委託料の提案上限額が上昇したり、再度の公募期間を確保するためにやむなく現行契約の期間延長を行って事業者に支払う委託料が増加したとのことでありました。平野区役所について人員見直しによる人件費の減少額が約2600万円、これに対して委託料の増加額が約2000万円であることから、差し引き約600万円が民間委託の経費削減効果として計上されております。民間委託とは直接関係のない、その出張所の廃止に伴う、ないわけですからね、出張所の廃止に伴う人員見直しを民間委託に関する人員見直しとして計上するのはおかしいんじゃないでしょうか。平野区役所では本区と出張所の双方で転出入等の届出受付をはじめとする住民情報窓口業務を実施していましたが、出張所の廃止後も引き続き区役所としてこれらの業務に対応する必要があり、本区出張所を合わせた区役所全体としての住民情報窓口の業務量は変わっておりません。従いまして、出張所の廃止に伴って民間委託を行っている本区における住民情報窓口の業務量が増加することとなっております。そこで、平野区役所として契約変更により委託料の増額を行うこととしたため、出張所で住民情報窓口業務に従事していた職員について、本区の住民情報窓口への配置替えに変えて職員配置の見直しを行い、そこで生み出した削減経費を委託料の増額に充てることとしたものでございます。この平野区役所の出張所のですね、本部1名と再任用5名については、他の部署に移動をしたわけですよね。で、給与は引き続き、当然支払われ続けているわけですね。では、たまたまですけど、私の知ってる方がこの再任用として出張所におられたんですけれども、この方は本区に、平野区役所の本区に移って住民情報窓口の任務を引き続き担ったという、そういう私の知っている方で、そういう方もいらっしゃいますが、これ2500万円をこれ出張所がなくなってるわけですね。出張所がもう民間存在して民間委託してたっていうんであれば、効果額こうですよって当然出ると思うんですけど、ないのにこれ効果額って出るんですか。これちょっとこの帳尻合わせには無理があると思うんですけど、いかがでしょうか。もう一度ご答弁お願いします。繰り返しになりますが、非常にこれ無理がある資料だと思いますね。これ資料作り直した方がいいと思いますよ。私窓口業務だけを切り取ってみたら、効果額と言えるかもしれませんけれども、そのオール大阪で見た時には、これ委託料はこれはこれで別で増えていってるわけでね。で、配置外した職員は当然他の部署で仕事を続けておられるわけですから、税支出というところだけにスポット当てたら、これ増えてるじゃないですか。委託料がどん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 増え続けている、そういう仕組みですよね。ですから1億7000万円と言っていた財政削減効果なるものは、私はもうほぼ半減してるんではないかと。いや、いろんな情報を総合しますと、もう半減以下になっているんではないかというふうに私は見ております。ですから、こういうことを続けるとですね、結局その民間に儲け仕事を与えている仕組みじゃないかと見られても、私は仕方がないんじゃないかなというふうに思います。で、資料の一番下の総計の行に記載にございますように、平成27年度末から平成29年度末にかけて、
新たな人員見直しによる人件費の減を差し引いても、24区役所合わせて約2000万円、受注事業者に支払う委託料が増加していることになっておりますが、私はこの6800万円が、このいただいた資料を見る限りでは、これが正確な数字なのではないかなというふうに思っております。で、このままのペースでですね、推移していけば、早晩大阪市がこれまで民間委託の成果としてきた経費削減の高価格を上回る水準まで委託料が増加するリスクを負っているというふうに思っております。東京都の足立区がですね、これ民間委託、率先して取り入れたわけですけれども、3年前ですね、の市政改革特別委員会で紹介してるんですが、足立区はね、この時、1000万円逆に委託料の方が増えてしまってますと、こういうね、答弁を足立区議会で区長がしてるんですね。だけどなんか、先ほど調べたらまだ続けてるみたいですけどね、委託料の方が増えてるけど、したたかな区ですけれども、逆に委託料の方が増えてしまっている。つまり公務労働でなくしてしまった方がお金かかってしまっているっていうのを認めながら、今も足立区は続けているということなんですよね。ですから、そうなりかねないんじゃないかなと大阪市も思っております。で、一つ、紹介をしておきたいと思うんですが、滋賀県の野洲市のですね、山中市長さんが2年前にこう語っておられます。民間委託化を進める流れについて、現業を減らし、安上がりの行政づくりが目的とされるが、コストが下がるというのはごまかしだ。公共サービスにこのやり方を取り入れてはならないということで、実際に文化スポーツ施設の運営を直営に戻して、で、その結果コストが下がったっていうんですね。安市の場合。で、現在、これはその2年前の、山中市長のお話ですが、現在市民病院の建設計画が進行中だと、公立病院ですね。で、民間委託の流れに逆行していると議会で批判され、市議会で2度否決された。しかし議会との議論を粘り強く続け、4年後の完成に向け、目処が立ちつつあると。で、以前の市長は、民間病院に補助金を出し続けて、泥沼支援に陥った。で、その教訓を踏まえて、山中市長は、公営病院の必要性をずっと議会で訴えてきたと。なんか、住吉市民病院がダブりますけれども。泥沼支援にはまってしまった。だったらもう公営でやろうよと、こういう決断をしたということなんですね。で、また以前の市長は、保育所を民間委託する前提で、市として保育所を採用してこなかった。凍結した。これも大阪市と被りますね。現在は採用を再開して、公立保育所を維持して、待機児童は解消されたと。質の面でも不安がある小規模保育や簡易保育は行っていないということを述べられております。再公営化の流れっていうのは、実体験を通じて、こう行われていくんだなと、修復されていくんだなという、一つの、例、ではないかなということで紹介をしたいと思います。大阪市も、こういう傾向を見ればですね、もう薄々というか、もうはっきり、どうなっていくか、もうビジョンは見えていると思っております。足立区のようになっていく、逆転現象が、に陥っていく、そういうことが分かっているから、先ほど指摘したような平野区役所の、出張所の事例のように、無理筋の事例まで、この民間委託の経費削減の効果に、上乗せをしているのではないかと、私は推察をいたします。こうした市政の歪みのしわ寄せが及ぶのは市民であって、そこで扱っているのは、市民の大切な個人情報でありますから、そうした事態を避けるためにも、公務労働として、しっかり、責任を持った体制を作るべきだと考えております。これやっぱり専門職ですからね。私以前に聞いたこと、現場の方に聞いたことありますけど、例えば戸籍の発行なんかでも法律の知識なんかがすごいいりますから、もうそのスムーズに業務をこなせるようになるまでやっぱり10年いりますよ。こんな声、現場の声を聞いたことありました。わずかな研修期間だけで現場にポンと、置かれた派遣労働者の皆さん方にスムーズに何のこの支障も来たさずに、不祥事も起こさずにできるんですか。公務労働としてやるべきセクションじゃないんでしょうかね。しかも委託料どん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 増えていってるじゃないですか。やっぱりちゃんと専門職を育成すると、大阪市が責任持つという立場に立たなきゃダメですよ。今そのことを申し上げて、私の質疑を終わります。本日の委員会はこれをもって散会といたします。